ビッグカメラがウォーターサーバー事業に参入します。暮らしの応援にやっぱり必要な商品としての水で、自分たちが競争優位にやっぱり立てるかどうか、こういう判断でやっぱり水の進出を決断いたしました。山梨県富士吉田市に建設していた採水工場では今日、竣工式が開かれました。この工場では 9.5 リットルの宅配水用ペットボトルを月80万本以上生産でき、富士山の天然水を全国に宅配するサービスを秋にも開始します。